ああれ、トゥ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 。今お風呂上がって髪の毛乾かしてゆったり乾かして、ちょっと一コロリンチョーってしながら、はあ、あばばばあばばばドゥ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 アイドゥ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 アイドゥ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 アイハイハイハイドゥ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 。ちょっと寝る前のスキンケアをしながら配信するわ。こんばんは。もうみんな寝る時間ですか、もしかして。寝る前のスキンケア、大体私はお風呂上がりからのルーティーンをやると、大体1時間お風呂上がってからかかる。もうちょっとキビキビ動いたらもうちょっと早くなるかもだけど、いつもダラダラやるから、ダラダラやるから、もうお風呂上がってからのスキンケアとか、もう1時間かストレッチとか、まつげバーマしたらビューラー必要なくなるか、お答えしましょう。だんだんまつげパーマ落ちてくるので、多分あと3週間後とか2週間後とか人によると思うんだけど、落ちてきたなーってなったらビューラーはかけるかな。ただ今の状態だったら確かにかけなくてもいいくらい上がってるからかけないけど、ちょっと落ちてきたなとか思ったらかけると思う。でもまあ今の時点だったら全然私がビューラーで上げるより綺麗に上がってるからかけないかも。てか上がりすぎてて目パッチリ開けたらまつげが当たっちゃうんだよね、まぶたに。やっほー、はい、まつげ美容液を塗りました。で次はまつげ美容液塗ったから、次美容液もう一個トゥトゥトゥ。これは韓国の毛穴にいいらしい美容液だけど、ちょっと効果は私はまだはよくわかりませんけど使ってます。よいしょ、こんばんは。はわわ、うわー、布団をつぶしゅう。いやいや、こんばんは、こんばんは。あ、パパパパ。あ、あくび。今日は話し会からもう1週間経ったってこと、びっくりじゃない？こうやってまたウィンクを交互にやると涙袋ができるらしい。
お、できたかな。うんうんで、こんばんは。終わり名古屋の美人ちゃんって何ですか。私はあれですよ、ああ出しすぎたボディクリーム、ボディクリームを塗ると、このボディクリームめっちゃいい匂い、ちょっと引っ張りそうで怖い、ちょっとお家今ちょっとまた汚くなってきた、私のお布団がこんにちはしてます、生活感丸出し、遊びに来たよ、ありがとう、飲んだ、何を、何をだい、先ぶりだね、何を飲んだの、うーいしょ、よいしょ、あーメロンフラペチーノか、メロンフラペチーノはまだ飲んでないよ、今ダイエット中だし、メロンフラペチーノはまあ飲むにしてもあれかな、全鉄大集合が終わってからかなと思ってる、よいしょ、トゥルトゥトゥルトゥ、よし、そやね、痩せたね、まあ痩せたって言っても1週間くらいだからまだ、まあ、私晩年ダイエッターだからさ、ずっとダイエッターしてるんだけど、今日そうでも記録つけ始めてから痩せた、まあまだ言ってたけど全然日によって上下するし、でも1週間で頑張ったわ、まあ頑張ったっていうわけでもないけどちょっと成長したわ、ああ、そうやね、うんうん、こんばんは、プニプニ中、なんかお腹調子悪い、おまま、あらりらりん、ちょっとお腹調子悪いかも、これも見習わないと、はっはっは、見習いたまえ、そうそう、眉毛サロン行った、見習いたまえ、そして今日文房具屋さんに行って、あー、またルーズリーフの替えを買ってきたから、ちょっとノートの整理しようと思ってたんだ、ちょっといらないのはもう捨てようかな、虫のバラード、あー、俺は一人で激しい雨の中ずぶ濡れ打たれてた、これはあれですね、これはあれだ、あの何回だって恋をする公演、二人公演のソロを歌う時の歌の練習の時に書いた紙です、 S のアンペアットマーク S さん、ありがとう、花ちょっと前までこれ残してた、残してる、星の向こう側前しか向かねえ、星で飯で夜のちょろちょろ考える人、これはあれかな、ヒカルンとのカフェイベントだかなとかをこうね、書いて、もうぐちゃぐちゃなんだよね、
ノートがもう紙がボロボロだから整理しないとと思って。よいしょ。この間パーティーズね、二人公演ずっと出たいですって言ってるんだけど、なかなか一旦ノート全部出して整理します。あーなんかダメだ、今日お腹痛くなってきた。なんでやろ、なんでだろう。あと勉強ね、勉強のまとめてたね。でもなんか汚れてるな、なんだろうこれ。文とは構造上の主語、述語動詞、動詞系統、名詞の基本的働きはとかね。とかね。そういうのをね、まとめて、これ捨てるか悩む。捨てるか悩む、これ。いいか捨てる。でもこれ覚えたらいいと思うんだよな。いただただだ。こんばんは。ここら辺はなんだ、生写真注文してる。あーこれはあれだ、勉強で間違えたのまとめてる。これはいるな、これ新しいね。確かに悩むのは写真撮ってから捨てるのもある。これはいらない、これもいらない。パパパパ。ヤクルト？鼻かゆい。あ、キーちゃんとマーク一番だよ。イエイ。レインボースターありがとう。今はお風呂上がり。髪の毛を乾かした状態です。あーこれはボイトレのまとめ、これはいる。ボイトレのまとめはいる、これはいる。キスバエットは違うところでメモったわ。あとコンサートのセトリ系ですね。反対だ、こうだわ。これは何のストーリーだ。あーこれはあれじゃない、これはあれだ、このストーリーは見せれない、あの中止になったやつだ。これもそうだ、中止になったやつだ。これもそうだな、あの中止になりましたよね。なんだっけ、いつだったっけ、2月とかだったっけ、1月とかだったっけ。ヒーリクツありがとう。2月の最初か。あーこれはあれだ、これはジョン・マイ・ラブの指摘されたとこのメモ。これはなんだ、あーこれは熊本ツアーのセットリストだ、懐かしい。これはもういらないかな。これも熊本ツアーのセットリスト、誰のポジションとか書いてあるね。こうやって懐かしい、楽しかったな熊本。ヒレギサリがハート。今ねノートの整理をしています。あこれはいる、これもこれもジョン・マイ・ラブのメモ。これは私、これは何でか分かんないけど、鬼滅の刃の歌詞を書いてるね。いらない、今ノートの断捨離中って書いとこう、テロップに。
ね、今日は何をしてたんですか。今日でも平日か。なんで、あ、ピーパーフーファラチェンビチャウダウダウキンキンチョンチョンビンビンザンザンシャンカンヨチダウこれで伝わりますか。中国語バージョンの踊るポンポクリを歌ったんですよ。一回歌おうと思ってメモったやつですね。ああ、これはあれだな、メモが、これは読んだ本のメモだ。残しとこう。こんばんは。僕たちは今話し合うべき。これはあれですね。これは僕たち。多分これはヒカルンとのカフェイベの歌詞。コイントスも歌ってる。これ多分ヒカルンとのカフェイベの時に書いた歌詞ですね。ちょっとお腹が痛いので膝を上げさせていただきたい。チーズつかの春巻き作ってみた。あ、美味しそう。いいな。隣のバナナ歌ったんだ。あなたとクリスマスイブ。懐かしいな。ファーストラビット。ある日森の中で見つけた。おー、愛ちゃんの卒業公演のセトリ。明日も仕事頑張れる。頑張って。今日チームメイトのコラボグッズ買ったの。お、行ったの。人いた？いっぱいいた？混んでた？そんなになかった。ハロウィーンイベント懐かしいね。遠くの間それが大好き。春夏秋冬で。お、私歌は、ここら辺はあれだ、アリちゃんの卒業公演で歌った時の歌詞だ、曲の。回してようかな。遠くないメモをね、全然整理してない。音程は定規ではなく振動で。これは多分なんかネットで調べたやつのボイトレだな。あ、ここら辺は何回だって雇用する公演の歌詞だ。いるかな。もうやんないかな。私やるならいるんだけどね。残しとくか。ね、奈々さんに電話してると懐かしい。これは何回だって雇用する公演の歌詞全部を全部書いて、私結構やっぱりなんか、あの歌がちょっとメインというか、まあ、例えばさ、全員のコンサートで47を歌う時って多分私もこうあんまりわからないと思うんだけど、あ、この曲はちょっと歌大事だなって曲とかは絶対ね、歌詞をねノートに書かないと練習できないんですよね。裏声す、あ、これは多分ボートレだ。あ、これはあれだよ、あの歌唱力の予選で歌ったフレーバーオブライフの練習した時の紙。本当そんなになかった。ではいらないな。お、整理が終わりましたね。ちょっと疲れちった。そうだね、なんか練習してる自分のだから残したい気持ちもあるけど、歌詞はプリント、ん、あのなんかリハとかでやる曲は歌詞もプリントされるけど、ノートに書きたい自分が、ただそう、なんかメモとかしにくいしね、歌詞印刷されたやつ。そうだから勝手に自分がしてるの。そう、立ちとかはもらえますよ。もらえます、もらえます、うん、もらえますよ。
うん、もらえるもらえるもらえるけど、私がただ歌の練習するだけは紙に書いてるっていうだけですよ。それだ、ただそれだけ。あれ、おかしいおかしいおかしい、ボイトレのやつもうちょっとあったはずなのに紙。ルル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 、友達でいられるなら今日も、ちょっとわかんないな。パパパパン。ね、前提はそりゃそうだな、ソルも多いからな。ストリの時もらえるはずだよね。ストリの時っていうか基本的に AKB はあのレッスンの時に立ち位置表をもらうんですよ。はいどうぞって言って立ち位置表もらったら、もうすぐにレッスンをその立ち位置表を見てやるんだけど、その立ち位置表に歌詞がついてるって感じ。そうだから、はいこのコンサート決まりました、はいセットリ決まりました、じゃあ紙で全部渡しますっていうのはないです。そうだから例えばレッスンがなかったら歌詞ももらわないし、立ち位置ももらわないし、そうたなんかレッスンのために印刷されてるやつを使ってるって感じ。でも私はその印刷されてるやつだと歌の練習しづらいから勝手にやってるってだけで、やってるっていう感じかな。これはなんだ、あ本当パパ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 、6月3日、私は私、これ何のメモなんだろう、まあいいよ。ということで今何個に分かれた、ボイトレ、ボイトレ勉強を、そう、してるんだったらプレゼントしてくれない、いやマジプレゼントできるもんならしたいね、いらないからね。トントントン、歌のやつ1,2,3,4,5 で何個に分かれるんだ、1,1,2,3,4,5、あ、5つに分かれられる。こんな感じか。ワンマン自治表に名前刻んでほしい、そうやって言ってもらえて嬉しいよ、ありがとうね、ほんまありがとう。どうしようかな、どこから入れてこうかな、遊びに来たよ、ありがとう。このルーズリーフは便利ですよ、ほんま。ルーズリーフを作った方はほんますごいですわ、便利でございますわ。あ、オートミール蒸しパン作ってるの、いいね。
オートミール蒸しパン美味しいよね。いいね。わかんないことになってるな。意味がわかんないことになってる。これで良きと。これでいいや。よいしょ。立地表ね、あれほんと複雑だよね。私も最初見た時なんじゃこれって感じだった。だから0番とか1番とかも分かんなかったし、すごい懐かしい私結構さ、自分が怒られたりとかやらかしたらすごい覚えてるもんは結構覚えてるんですけど、あーあの時怒られたなーとか。私がいっちゃん最初に怒られたのはね、確か AKB 入って初めてなんか振り入れがこうあって、その初めてあの今までは同期の3人としかやったことなかったけど、初めてチームメイトの他のメンバーと一緒にリハやりますってなって、私そのリハの流れがねあまりいまいち理解できてなくて、自分がで本当だったらこう立ち位置表をリハが始まる前にこうやってもらうんですよ、置いてあるんで机に。でもそれを知らなかったの、まあ覚えてないんだけど、それを知らなくて、そう始まった時にみんながもう紙を持ってて、えこの紙何みたいな、どこから持ってきたのと思ったら、思って怒られましたリハにあたふたして遅れたんで、ええってなったら、あのリハの前に紙ちゃんと取ってってくださいって怒られたの一生覚えてる。あでそこで、あそういう風に持ってくんだって学びました。懐かしい、懐かしいね。13歳の時ですね。まだ14歳になってなかったかな、その時は。あ、なってたかな、もうなってたかもな。福井ツアーのねリハだったからなってたかも。そう、ツツツツツルツツ、懐かしい。まあ多分当たり前だからさ、教えるも多分そんなこととも分からないんだ。なんかなんだろう、そうなってて難しいよね。難しい。もしかしたら初回が気づい教えられてたけど、もしかしたら初回が聞いてなかったのかもしれない。覚えてないな、でも前だからね。懐かしき苦い思い出だぜ。エピソード、あとはでも、ね、中学そのほんと入った時にこう面倒を見てくれてたスタッフさんがいたんですけど、寝ぼけて、多分これ言ったことある気がする。
そう寝ぼけてあのはいって打ったつもりがはーいって伸ばし棒が間に入っててそれ気づかないでそのまんま寝たら次の日あの次の日はーいは家族とかにはいいですけどスタッフさんとかそういうのに扱わないでくださいって怒られました。うわやらかしたと思って全然ねはーいって言ったら覚えなかったけど、まあ、実際文面ははーいだったしそれをチェックしなかったら自分が悪いんだよね。もうそれもほんとマジで入った時の失敗談。懐かしいね。もういい思い出だよ。ほんと ジェミさんありがたい焼き。お、足りたね。結構大雑把に分けてたけど足りたね。あれ入れんの間違えてる。そう、まあ、怒られたってか注意されたですよね。指摘された。なんか怒られたの方がよく使うからさ、それ使いやすくて使ってるだけって感じかな。深くは考えてないかな。まあ13歳だからね。あの時はやらかした、私として私はなんてことをしたんだと思ったけど、今考えたら13歳怒られてなんぼの年よ。逆に今の年ってなかなか怒られることも減ってきたから、そう怒られることって素敵なことだと思う。怒られるって言うとさ、なんかそれは怒ってるんじゃない、素敵じゃないみたいなコメントが来るけど、別にそこで深く考えて怒られるって言葉を私は使ってなくて、本当に別に指摘してもらってありがたいなっていう意味で思ってるんだけど、ただ怒られるって使ってるだけなんであんま気にしないでくださいね、そこの部分。そう、ありがたいことだなと思います。はい、乳液ね、ちょっと乾いたなって頃に乳液を塗ると、乳液を塗ると。スタッフさんに敬語使ってた？敬語？敬語は使ってたよ。今も使ってるかな。トゥ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 。その姉妹グループは給料超安い、それどこ情報やねん。多分みんながね思っ、まあそうだね。その意外にみんなが知ってる情報のって嘘多いからね。嘘とか本当だからね、いろいろもじゃごじゃだからね。眠くなってきてにゃーん、眠くにゃーってきたにゃーん。11時19分か。でも別にその指摘されたからスタッフさんと仲悪くなるってこともないから、別にもともとそんな仲悪いとかそういうのはないですよ。仲良しとかも。こんばんは、直樹さん、ありがお花。
鼻が言う。あばばば。私はあと何をしないといけないんだろう。早く動画編集終わらせないと。胃が重いぜ。なった。メモ終わった。イエーイ。すっきり。すっきりしたぜ。これを一旦今日はこれで終わりにしよう。メモ。仲がいいスタッフさんか。まあ私スタッフさん。仲がいいスタッフさん。仲がいいスタッフさん。なんかまあ私とさんとなんかさ、プライベートでご飯とか行ったこととかもないし、よくなんかさ、はーちゃんとかだったら仲いいマネージャーさんとバスケ見に行けましたとかあるけど、なんかこの人とこういうこと仲こういうのがあったとか特にないな。皆さん同じくらい。でも最近新しく入ったマネージャーさんとちょっとなんか一緒になることがあってお話しして、結構ねもう最近ね年齢が近いマネージャーさんが入ってきたんだよね。で自分の年を感じるんだけど、あ大人になったんやなって。そうなんかもう年齢が2個上とかかな私のになってて、そう2個上の方とかと話して楽しかったです。最近朝配信しなくなったね。いやもともと朝配信はもう私してないはと思うんだけどな。そんなことなかった？たまにしますよ。気ままに行きさせていただいております。あ明日でもするかもしれない。ちょうどわかんないけど、明日ちょっとメイクしないといけないから予定があって、そのメイクしてる間に時間でするかもしれない。でも明日はあそうそう企画で朝配信してた時は何回かある。そうそう1ヶ月1週間1週間朝型になるための1週間配信とかはしてたね。確かしてたっけな。それだったっけな。名古屋へ8月行くけどご飯教えて。ご飯名古屋か。あ私が未来モンスターさんで行かせていただいた山本屋総本家さんとかはまだサイン飾ってあるのかな。明日は今ね考えてるんだけど、2時間3時間4時間あまあそうだね。でもあんま言って寝坊したら嫌だからまあもう寝ようかな。もう寝て明日6時半くらいに起きてメイク始めて、朝ごはん食べてメイクしてちょっと外出ようかな。そうだね。山本総本家さん、例の世界最大のプラネタリウムは無料じゃないですね。お金はかかりますね見るのに。でもまあそんなめちゃくちゃ高くはなかったはず。うん、いやん発したのがその配信ウレティーウレティー
もちさんありがたい焼き。あ、本当、ももちゃんのファンの方が送ってくれた。やさぴーね。Please reaction video JG reported flying high on YouTube。 あ、見てってこと？反応してってこと？あ、いえ、何をしてるの？飛んでんの？お前、まあ、そんな感じかな。じゃあ明日朝早いからここら辺で配信は終わりにするよ。すごい夜って感じのローテーション配信で申し訳ない、申し訳なき。あ、パパパ、じゃあ何決めようかな。13位、大ちゃんとマーク UF2 次元裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。12位、あ、忘れてた、48さんありがとうございます。11位、しゅんこさんありがとうございます。10位、ロースペックドヤさんありがとうございます。9位、ヒイラギさんありがとうございます。8位、遠くの応援団さんありがとうございます。7位、まさかずアットマークウフフさん、まさかずさんありがとうございます。6位、スーさんありがとうございます、ありがとうございます。5位、ナオキさんありがとうございます。4位、チョロさんありがとうございます。4位、エースのワンペアとマークユエフさん、エースのワンペアさんありがとうございます。2位、ノリアとマークユエフさん、ノリーさんありがとうございます。そして1位はキーちゃんとマーク1番だよ、ありがとう、ありがとうございます。ということで超ダラダラローテーションすぎて申し訳ない配信だったんですけど、ちょっと次はいいものの、ちょっとやっぱり夜だと私はこんな感じなんだなってことを学びましたね。明日は朝の方が予定があるかな。夜、そうだね、うん、だからちょっと朝もしかしたらメイクやる気が出なかったら朝配信するかもしれないけど、ちょっとわからないので、まあ見れたらラッキーくらいで、また夜とかもできたらできると、夜の方が時間あるから夜の方ができると思うんで、また語りますね。スペースゴーさん、ありがとうはな。朝配信ねって言うとさ、やるかやらないかわからないから、ファンの方がいや、やるなら言ってよって思うよね。そうだよね。今から寝てまあでも言うて12時くらいになるじゃん。今だって11時半とかでしょ。今から寝て11時あるなるやん。6時だと6時間睡眠やん。6時間だと足りないやん多分。でも7時で8時にじゃ準備ができたとして、9、10、11、3、でも2時間でもいいか、2時間でもやるんだけど、そうだね、勤務で大丈夫。まあちょっと早く起きれたらやるくらいにしたくね。6時半とかに起きれたら夜やりますわ。またじゃあみなちゃんたくさん寝てね。明日お休みじゃない？土日の方は。じゃあまたね、バイバイ。